はい、ウクキャットです。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、お花を描きたいと思いますが、今日は多分これキク科の花なんだと思うんですけど、キク科っていうのはいっぱい種類が本当にいっぱいありまして、こっちの西洋菊の種類なんでしょうかね。ということでね、色はね、赤と黄色のね、花なんですけど、まず下絵をですね、描きまして、比較的丁寧に描きました。でね、福井岩の時はここまで下描きがほぼ僕は描くことはないんですけども、今日は 2B の鉛筆を使って少し濃いめに描いて、その下描きの線も使ってもいいかなぐらいで、描いてみました。で、描き方としては、背景側から描いてます。オブジェクト先に描く場合もありますけど、今日はこれもうむちゃくちゃ、花と葉っぱといっぱいありますので、外からこう攻めてというか、まあ、ネガティブペインティング的にですよね、外のシルエットをうまく利用して中を捉えてという感じで、なのでね、下書きをちゃんと案外してないとこういう絵はなかなか難しいので、今回はそういう風に描いております。いや、僕はでもこういう、感じの絵を、いや、長写実などで描いてみようなんとは思ったことも、思ったことあるかな。でもなかなかね、大変だと思いますよ。こういうのでね、長写実で描く人たち尊敬しますよ。僕は、今回はまあそれでも写実的に今日は描いている方であります。ちゃんと花びらの数とかちゃんと見てね、数えて描く感じで描いております。それから今回やっぱね、葉っぱ、実際入ってるそのお花の葉っぱの色っていうのは、やっぱ光の当たってる感じが、その写真で撮った場合だとそんなには違いがわからない感じなんですけど、それでも光がね、当たってるとうまくね、それを濃いところ、いっぱい葉っぱがうわーって入ってても、中の暗いところとかをちゃんと描いていけば、どうにかなるのではないかという感じで、それから、構図をちょっと気をつけてというか、こうやっぱね、いつも通り今日は S 字の曲線というかね、 S 字的にお花が咲いている形に構図を作って、色面分割線がある程度、まあ、なんていうの、飽きのこないようにいろんな形になるように整えてみました。それから実際ね、写真とかとかだと、こうステムなんだ、枝とか茎がこう生えてるところの方向性とかっていうのも、多少変えております。全部まっすぐ同じ方だとやっぱ面白くないので、右側にいてるのと左側にいてるのとかね、隣の方に葉っぱがもっともっと外に出てるよとか、工夫して描いております。まあ、だからコンポジションが僕はやっぱね、とても大事だといつも思ってるので、まあ、僕でもね、そういうふうにこうコンポジションさえ押さえてると、ある程度絵としてね、成立するぞっていう感じだと思いますので、ぜひ皆さんもそこら辺はね、初めの段階で考えたらいいと思いますよ。例えば外に写真を撮ってね、絵を描くぞっていう時、初めから絵を描くぞっていう時のね、意識をね、持ってね、写真撮るといいですよ。まあ、構図をある程度、よし、ここを切ってっていうことがね、初めからできてれば、まあまあ写真の段階でうまく撮れてたらいいですね。まあ、それできなかったらちょっと透明で少し全体で撮って、あとで切ってもね、少しズームして切れるようにすると、
結構いいですね。逆にうんと寄りすぎちゃって全部であれだとね、少し広げるの不可能ですからね。多少大きめにとってはいいのではないかなとは思います。僕実際書いてて、例えば写真に書いた場合ですよね、見てるより少しズームアップしてる感じがします。書いてる時にね、多分なんとなく、でも他の人のアーティストさんの見ててもそんな気がします。で、それを逆に意図的に引いて、スケッチの時は引きで描くことを意識したりすると、またワイドにね、描きかけたりしますけれども、そこら辺も自分がどういうふうに、パースペクティブを含めてどういうふうに見ていくかっていう、また勉強になったりね、そうなったりしますので、いろいろ工夫したり学んでいったらいいと思います。比較的僕風景画ね、ランドスケープ描くんですけど、でも、今日みたいに生物画であったり、お花であったり、近くのものを描いてみたり、距離感もね、いつも変えていろんな、作画をしております。そういうことをすることによって、自分自身が飽きないっていうこともあるんですけど、いろんな視点で見たり感じたりすることができる楽しさがね、あると思いますので、もちろんね、よく私は風景画家ですみたいな感じでやってる人もいるし、私はお花の作家ですよみたいな、お花だけ描いてるような、方もいますけども、それが僕は悪いとも思いませんけども、僕はいろんな、スタイルで描いたり、いろんな、オブジェクトを描いたりね、そういうテーマを描いたりするのがとても楽しくてやってますので、それぞれのね、面白さがあると思います。今回は1時間多分20分ぐらいで描いたんじゃないかなと思います。なぜかっていうと、最後の方55分ぐらいかな、50分ぐらいで、その後と最後のね、細かいところとかをビデオ回してなかったんですよね。で、書き終わった時見てみたら、あ、ついてなかったってことで、で最後のところなの、多分10分20分ぐらいだと思うので、もしかすると10分ぐらいかもしれないので、そんなにはね、大差はないですけど、ちょっとお花のところをね、細かくちょっと描写したのと、多分色を忘れたところが1つお花があったから、それ足したぐらいなんですけど、最後ちゃんと出来上がったものをね、載せております。ついに7月になりましたけれどもね、あと1ヶ月ついに切りました。僕のただいまね、エグゼビションね、展覧会、7月31日までマンハッタンの2と3アベニューの間、57ストリート。今日も咳が出そうで、ほんと喋りづらいですが、そのギャラリーね、ルーム57ギャラリーでやっております。まだね、お越しでない方、ぜひお越しください。もし近郊にお住まいの方、またニューヨークに、来る予定がある方、ぜひぜひお立ち寄りください。多分電話はした方がいいと思います。ギャラリーにはね、行く前にね、予約した方がいいですよ。基本的に個展というかグループ展です。そこにあんまり行くことがないので、もしね、行く方があったら、いついつ行きますよとかさ、事前に言ってくれると、その予約、僕からもね、ここの時間行きますよってそういうふうにギャラリーの方にもね、伝えることができるから、そうしていただくと助かります。さあ、ニューヨークも7月になって、もう80度超えになりました。次に、夏ですね、25度以上になりますので、もう、毎年だったら海行ってるんですけど、ちょっと今なんか本当、なんか空気のね、大気汚染が起きたり、ちょっと自分の体調が壊れたり、バタバタして、なかなかちょっとタイミングを外してまだ行ってませんが、今週は海行きたいところでございます。ビーチに行きたいな。でも、いや、真夏でね、ビーチで絵描く気はありません。暑すぎちゃって、やっぱ5月、やっぱちょっと真夏はね、ちょっと避けたいですね。ちょっと泳ぎたい、ただ。
まあスケッチぐらいはするかな。でもなんか森の中とか公園とかね、そういうとこだとね、いい感じかもしれないけど、ちょっとやっぱビーチのもう照り返しがすごいところだと、まず 目が見えないですよね、焼けちゃってね。で、いやそれにしても昼間はそんな咳出なかったけど、また夕方夜になると咳が出るな、うん、これはやっぱアレルギーかな、どっちかな、わかんないな。ね、なんかちょっと体のなんかちょっとデトックスをねしないとって感じがしますね。誕生日以降ちょっと飲み会っていうか飲む機会が多すぎて、そしてやっぱちょっと少し、あれですね、体に毒が溜まってるんじゃないでしょうかね。それから炎症でも起こしているような気がしますので、ちょっとね抗酸化系の食べ物、今日さっき生玉ねぎ食べてね、昨日からなんかいいらしいので、あとニンニクもいいらしいですね。生姜ニンニクいつも大体食べてますけどね、まあ、病気にならないですよ、ああいうの食べてるとね。ちょっとね、2、3日おとなしくして、あんまりお酒飲まない、お酒好きなウクキャットでございますね、本当にね。皆さんは何が好きですか？ビールですか、ね、ウイスキーですか、焼酎ですか、お酒飲まないですかね。それにしても今日の描き方はですね、やっぱ白い花を描くときにもこういう描き方をするとね、紙の白をねうまく生かして描けるので、おすすめですね。周りからネガティブペインティング、外から描いてってね、囲って描いていくと。で白でもちょっと 赤いやつとかね、後から色をつけたり、そういう風に します。まあ、ここのとこね、赤いお花を描いております。色は、絵の具はこれは、あれかな、2、3色混ぜてますよね。オペラも使ってるけど、ちょっとオレンジ系の色と、それからクリムゾンレイキかな、なんかを、ちょっと濃いところはね青なんか刺して、混ぜてますよ。そうすると濃い色になります、濃い紫というかね。あ、まださっきのところはあれでした、お花の花弁じゃなくて真ん中のとこでした ね、おしべめしべなんでしょうね。さあ夏の花はこれからね、春はいっぱいお花描きました。いや楽しかったな、今年ほどお花を描いている年はないんじゃないかぐらい描いてますね。桜を筆頭にね、ツツジも描いたし、何でしたっけ、アジサイも描いたし、いろいろポピーも描きましたね。アネモネっていうか知らないお花もいっぱい書いてますね。あれも書きましたもんね。なんだっけかな、カンパニュラも書きましたもんね。いや夏はやっぱひまわり書きたいですよね。まだまだちょっとひまわりには早いけど、ひまわりがまあ7月の半ばぐらいからかなね、いっぱいでドーンと。あ、そういえば海行くとね、コニアイランドのとこにもあったな。ちょっと写真は撮って。あそこで描くのはちょっと大変だから。案外ひまわりが植えてある場所って案外人の庭とかにあるかな。ブルックリンの、ね、人のお家とかね、マンハッタンだとなかなかね、なかなか見れないです。お花屋さんにはもちろん一年中あるんですけど、なんかね庭とかのいろんな公園とかで咲かしてるところもありますからね、ちょっと楽しみですね。リサーチしてもしひまわりあったらひまわりのスケッチもしてみたいと思います。今日使ってる筆はちょっと少し僕にはいい筆です。コリンスキーっていうのかな、多分なんだっけ、リスかなんかの毛ですよね。ちょっと高い、これ2本買っと、今年かやっと買いましたよ。もう大体安い筆しか使ってない、まあ、いいのも買わなきゃなと思って、書きやすいですこの筆は。今日は平筆を使って、最近風景画使って
った時に、まあ、これも使いますけど、あの大きいね筆でよく書けるところまで書いてますけど、 あれはどっちかというとお習字とかで使える筆ですね。そういうの使ってます。なんかかっこいいく、こうなんていうのかな、日本画だとこうね、あの線書くっていうかな、線塗るというよりも書くっていう感じですもんね。ああいう感じのことができるし、ああいうものをこう自分でね、自分らしいものをいろいろ発見していくときにね、ちょっと僕はちょっと今気に入ってね使ってます。で今日は平筆は、背景の方はね平筆で書いてます。だんだん出来上がってきました。なかなかね鮮やかな、ね、豪華なお花になりましたね。いや、お花を描いてるとほっこりしますよ。葉っぱ描いてるときはもう嫌になっちゃうけどね、ああいっぱいあるとか思って、葉っぱ少ないの描こうかなとか思っちゃうけどとかね。はい、ということでこういう感じでできました。こっちの方がね、まあ、一番、まあ、近いかな元の色に。こういう色感じで出来上がりました。皆さんもね、ぜひぜひお花など描いてみたらどうでしょうか。ということでウクキャットでした。またまた。